朝日の中を歩く晴れ着のお姉さんたち、おめでとうございます。今日は成人式、成人式ですね。はい、おはようございます。現在摂氏3度ってアレクサが言ってました。これから和子さん迎えに病院まで行きたいと思います。じゃあ起きた？はい、では行きましょう。今日朝のお散歩はなしです。お迎え行って、それで帰りに会社行って、なんだこれは制服、これクリーニング出したやつをおん投げて、あと和子さんの保険証もおん投げて、ありがとうございましたと、後ろ足で砂をかけて帰ってきたいと思いますそんなことないですよ。ちゃんとありがとうございました、お世話になりましたということでね、帰ってきたいと思います。で、帰りに清流神社寄ろうよってことでした。大晦日の大払いのものもあるのでね、お札とかもあるんで、それを受け取ってこようかなと思います。はい、というわけで、それでは行ってまいります。お休みだから空いてるでしょう。はい、8時58分です。だいたい9時ぐらい到着できそうですね。非常に空いてました。船橋からというか、家から25分ぐらい、ほぼノンストップだったかな。信号止まったっけ記憶ないぐらいスムーズに来ております。それも前につかず、かなりの間隔を空けてのんびりと走って、こんな感じですね。いや、お休みの都内って大好きです。空いてるんで。で、首都高だけ混むんですよね、知らない方が通るから。昔からそんな感じで、ゴールデンウィークとかね、若い頃よく都内に来てましたね。はい、というわけで、ここの信号を越えれば病院が見えてきます。見えなかったか、ちょっと気が邪魔か。この木を抜ければ見えますよと。はい、見えてきました。では、ミミちゃんと2人で退院を祝したいと思います、はい、退院しました。まずはすぐ横でお散歩。あったかいね。はい、よかった。2週間ぶり。浦安の総合公園に来てます。あ、いいお天気で、風もなく、あったかです。たくさんの人がね、遊んでますよ。お散歩したりしてますね。3連休だもんね、はい、ここはね、松がいっぱい生えてるんで、ちょっと採取させていただきました。浦安駅の近くにある清流神社に来ました。ちょっと待ってね、みみちゃん。順番のがいいね。よし、こっちに入ってる。さすが連休ってことで賑わっております。今和子さんが大晦日の
大払いあれの札をねもらっております。結構なんかそういうの並んでるんでね、時間かかってるみたい。あ、終わったみたい。来た来た来た。もらえた、うん、よし、じゃあ帰ろっか。本当元気ですごかったね。夕方のお散歩でございます。和子さんと一緒にね、OK まで来ました。映ってるかな、OK 映ってるよね。僕の影も映ってますでしょうか。今日退院してきましてね、帰りにうちの会社よ、うちのじゃないな、もういた会社寄ってきまして、同僚何人かとおしゃべりして、制服返して、あと和子さんの分の保険証を返して、これで全て終わりました。今回はいつも帰ってきた日はね、気持ち悪いとか、その吐き気止めの薬のために眠くて寝ちゃってたりしてるんですが、今回はそのひどいのの薬がないってなくなったということらしくてね、もう今日は一緒にお散歩を来れました。で今 OK でねお買い物しておりますと。はい、それと明日は冷凍庫が我が家に来ます。でもって古い壊れちゃった子を引き取ってもらって、あとウォーターサーバー借りてるのあるんですけれども、それのメンテナンスが来るのかな。はい、最初毎年年末に来てもらってるんですが、今回はちょっと日程合わずで7日の日に予定してたんですが、その日はちょっと和子さんとこの病院行かなきゃなんないってことで、時間がうまく都合つかなかったんで、明日10日に来てもらいます。はい、水を買うわけではなくてね、そのレンタル料だけなんですよ。で水道水を入れて、そのフィルターを通して使うという感じでやってます。まあ皆さんもご存じだと思うんですが、あのサーバーの便利なところはお湯が出るってことですよね。いつでも熱湯ではないんですが、熱いお湯がいつでも使えるっていうので、非常に便利に使わせていただいております。そんなとこかな明日はね。ちょっと仕事するのが先になりそうなので、いろいろと準備を進めていきたいなと思ってます。で車は12日に、保険屋さんと一緒に乗せてってくれるっつんで、保険屋さんと一緒に取りに行くような感じでございます。ここのとこチャンネル登録していただいてる方も少しずつ増えてきてね、ありがとうございます。この調子で言ってくれると嬉しいなと思っております。はい、じゃあ今日はこんなところでしょうか。夜はおでんだそうです。楽しみです。はい、では皆さんも寒いですからね、風邪ひかないようにしてください。来週は寒くなるそうです。というこんな感じで駐車場に座り込んで喋っておりました。ミミちゃんはおとなしく座っておりましたよ。ちゃんと